ありがとう。ごめんね、急に。今日ちょっと帰りづらくて。ありがとう。実は今日は私、お客さんの日なの。旅館でね、従業員が交代でお客さんになる日。前からたまにやってたんだけど、私も参加することにしたの。うちが本当に満足できる旅館なのか、お客さんの気持ちになって体験したいと思って、私からお願いしたんだ。そうかな。なんだか恥ずかしいな。この前も一回お客さん役やったんだけど、もうそわそわしちゃって。だってお母さんや顔見知りのみんなが「いらっしゃいませ」なんて言うのよ。だからもう少し外にいようかなって自分から言い出したのにね。私、旅館のみんなに言ったんだ。お上にならないで町を出て行きたかったって。それがみんなへの私のけじめだと思ったの。そしたらね、みんな笑って「知ってましたよ」だって。私、つくづく小さいなって思った。優しい人たちに囲まれてるのに、全然わからずに一人で悩み背負ってる気になって、自分を騙して小さなきっかけに目を背けて、遠い場所へ行く努力ばっかり積み重ねてた。でもあなたや知恵や仲間って言える親友がたくさんできて、一歩一歩の積み重ねでいつか遠くへたどり着くなら、一歩一歩小さく逃げてるうちに見えないふりを重ねてると、いつか本当に見えなくなっちゃうんじゃないかって。ちゃんと目を開けると景色は広いね。でも私には大切な優しい人たちがいるから、今度は私がそういう人たちを支えられる人間になりたいって。違う自分になっていくみたい。どんどん違う自分が見つかって、それもどんどん好きになってく。あなたもそう思ってくれると嬉しいな。これからもずっと一緒にいてね。